ポポカテペトル山は、メキシコのプエブラ州に存在する活火山である。2020年現在も噴火継続中。山頂の標高は5426メートル。ポポカテペトル山は、メキシコ国内では、オリサバ山に次いで2番目に標高が高く、北米では5番目に高い山である。この山は、 メキシコの首都メキシコシティの南東約7 0トル、プエブラの西約4 0トルほどに位置し、トランスメキシコ火山帯に属する。この山のポポカテペトルという名は、ナワトル語で、煙を出す山、煙を吐く山といった意味。ちなみに、この山は、塩水系の清掃火山であり、見た目が富士山に似ているため、日系人や日本人には、メキシコ富士と呼ばれることもある。 このほか、この山の付近は、メキシコ国内有数の未確認飛行物体が多数、目撃される地帯として、UFO 研究家などには広く知れている。なお、ポポカテペトルさんは、この山の北に存在するイスタシワトルさんと共に、1935年に、イスタシワトル・ポポカテペトル国立公園に指定された。また、ポポカテペトル山には、修道院などが存在しており、これらは、 ポポカテペトル山腹の16世紀初頭の修道院群として世界遺産に登録されている。グレゴリウス一世にちなんで団子世とも呼ばれている。有史以来約30回の噴火記録がある。16世紀に噴火が確認されて以来、これまで15回大きな噴火が確認されている。1993年からは噴火が継続状態となっており、 数年おきに小中程度の噴火を起こす。2000年に噴火した時は、周辺住民約5万人が避難した。1289年に、現地の部族が登場したという記録があるが、史実かどうかは疑われている。1519年に、エルナン・コルテスの部下、ディエゴ・デオル・ダスラ3人が、ヨーロッパ人として初めて、ポポカテペトル山に登場した。辻原康夫編著 世界知名情報事典 P398 東京書籍2003年1月14日発行 ISBN4 から487798515ポポカテペトル火山日本大百科全書メキシコポポカテペトル山が水蒸気爆発水蒸気は火口から高さ3キロに アフプブニュース、http コロンスラッシュスラッシュ w w w a f p b b c o m スラッシュアーティクルズスラッシュダッシュスラッシュ23201082014年3月10日閲覧。abcd メキシコポポカテペトリアマ噴火、約2万8000人に避難勧告。rescuenow.net http://www.rescunow.net e スラッシュ2012スラッシュ04スラッシュ 28000.html2012 年4月27日閲覧。メキシコのポポカテペトル山が噴火。アフプブニュース http://www. アフプブ .com アーティクルディザスターアクシデンツクライム ディザスター、287万2519、880万93162012年4月21日、閲覧。噴火の続く、ポポカテペトルさん、メキシコ写真22枚。アフプブニュース、httpwww.afpub.com、アーティクル、ディザスター・アクシデンツ、クライム、ディザスター、287万4059。 8826,5052012年4月29日、閲覧。噴煙を上げる、ポポカテペトルさん、メキシコ。アフプブニュース、httpww.afpub.com、アーティクル、ディザスター・アクシデンツ、クライム、ディザスター、2944,050、1074万2,670、2013年7月5日、閲覧。 メキシコ首都近郊の火山が再び噴火。北米便47便欠航。アフプブニュース、httpww.afpub.com、アーティクル、ディザスターアクシデンツ、クライム、ディザスター、295万4366、1100万66572013年7月5日、閲覧。火山灰で空港一時閉鎖メキシコ。 アフプブニュース、http コロンスラッシュスラッシュ www.afpp.com スラッシュアーティクルズスラッシュダッシュスラッシュ30746082016年3月5日閲覧。メキシコポポカテペトル山が大爆発噴煙11キロ超、雲を突き抜けた。ポポカテペトル山で、激しい噴煙、高度3000メートルに、メキシコ市と近郊。ヤフーニュース。 2020年1月10日閲覧。A.B. サマポストポポカーテイペートル。2015年10月10日閲覧。ありがとうございます。